全国から集まったアスリートが熱戦を繰り広げた笑顔つなぐ愛媛国体愛媛大会。笑顔と感動の瞬間を映像で振り返ります。笑顔つなぐ愛媛国体愛媛大会の開催を前に許可イベントを実施しました。西条、小松、丹原、東予の各イベント会場と石槌さんで起こした火を集火式で一つにまとめ、西条の火を完成させました。西条の火は市内在住の渡辺玲子さんによって湧き出す希望、未来へ続く石槌の火と命名しました。笑顔つなぐ愛媛国体の総合開会式は平成29年9月30日、天皇皇后両陛下ご臨席のもと、県総合運動公園ニンジニアスタジアムで開催されました。集火式では西条市代表として佐々木和樹さんがトーチを掲げて登場。集団演技では朝日町と岸影のだんじりが出演し、会場を盛り上げました。四国4県で合同開催した1953年以来64年ぶりで、初の単独開催となった愛媛での国体。西条市内では5つの正式競技と1つのデモンストレーションスポーツをご覧の日程で実施しました。サッカー少年男子は新居浜市との共催で開催しました。西条市内では平成29年10月1日、2日、3日、5日、日内陸上競技場で10試合を実施。愛媛県勢の試合は行われませんでしたが、市内小中学校4500人の児童生徒が応援に駆けつけ、各県の選手に全力で声援を送りました。決勝戦では3000人の観覧車が動員され、盛り上がりは最高潮となりました。ハンドボール青年男女は松山市との共催で開催しました。西条市内では平成29年10月5日から9日まで、総合体育館とビバスポルティア西条で実施しました。愛媛県は青年男子は2回戦から登場し、岐阜県に勝利。準々決勝では強豪埼玉県を相手に大健闘しました。
青年女子は1回戦で日本リーグ登録チームの広島県と対戦し、惜しくも敗退しました。また西条市出身の武田由美選手や世良健一監督も愛媛県代表として出場し、地元の声援を受けて奮闘しました。軟式野球青年男子は上島町、今治市、西条市、新居浜市、四国中央市との共催で開催しました。西条市内では平成29年10月6日から9日、日内球場と東予運動公園野球場で実施しました。愛媛県は1回戦で沖縄県に勝利、2回戦で愛知県に対して前半のリードを守りきれず逆転負けとなりましたが、西条市出身の浜本選手らも出場し、地元の声援を受けて奮闘しました。ソフトボール少年女子は八幡浜市、大洲市、西予市、東温市との共催で開催しました。西条市内では東予運動公園多目的広場で平成29年10月1日から3日まで試合が予定されていましたが、2日が雨天中止となりました。愛媛県は1回戦で強豪兵庫県と対戦、2回表に兵藤沙耶選手のホームランで先制したものの、惜しくも逆転負けとなりました。試合には敗れましたが、応援スタンドは超満員で、愛媛県選手の奮闘に大いに盛り上がりました。山岳全種別は西条市単独で開催。石槌クライミングパーク西条と西条西部体育館で平成29年10月1日から3日まで各ブロック予選を勝ち上がったチームが出場し、リード競技とボルダリング競技を行いました。愛媛県は青年男子リード競技で見事に初優勝を飾りました。少年男子リード競技は全国の強豪を相手に6位入賞と大健闘。また敗れはしましたが、西条市出身の佐田岡凛選手も愛媛県少年女子代表として出場し奮闘しました。
愛媛国体開催を控えた平成29年6月11日、西条西部体育館でデモンストレーションスポーツクライミングを開催しました。愛媛県内の小中学生およそ70人が参加しました。講師の方に登り方を教わりながら、子どもたちは楽しそうにクライミングを体験していました。笑顔つなぐ愛媛国体の総合閉会式は平成29年10月10日、秋篠宮ご夫妻ご臨席のもと、松山市の県総合運動公園ニンジニアスタジアムで開催されました。愛媛県は天皇杯、皇后杯ともに第2位と過去最高の成績を収めました。笑顔つなぐ愛媛大会の開会式は平成29年10月28日、皇太子様ご臨席のもと、県総合運動公園ニンジニアスタジアムで開催。松野浩二と川添町のだんじりが出演し、会場を盛り上げました。会場市内では正式競技とオープン競技を一つずつご覧の日程で実施しました。フライングディスクは平成29年10月28日から30日まで日内陸上競技場で開催。身体障害と知的障害のある選手が出場し、アキュラシー競技とディスタンス競技を実施しました。選手たちは競技で全力を尽くすとともに、選手同士、関係者、来場者などとの交流の輪を広げていました。
精神障害者フットサルは平成29年10月28日と29日、ビバスポルティア西条で開催しました。笑顔をつなぐ愛媛大会の閉会式は平成29年10月30日、高円宮妃久子様ご臨席のもと、県総合運動公園ニンジニアスタジアムで開催しました。笑顔をつなぐ愛媛国体、愛媛大会は私たちに多くの笑顔と感動を残し幕を閉じました。この経験を忘れることなく後世へと伝えていきます。